上です。こんにちは、シエルです。今日はですね、洋服の断捨離をしたいなと思っていて、あのネットフリックスでも最近話題のこんまりさんのこんまりメソッド、ときめくお片付けに挑戦したいと思います。こんまりさんの片付けステップ1としては、まずはベッドの上に家の中にある洋服を全部出す。果たしてどれぐらいの山ができるのでしょうか。洋服はね、このベッドの下にも収納棚があって、そこに入っているのとクローゼットにもあります。はい、そしてこれがクローゼットです。ちょっとクローゼットなんかあんま綺麗じゃないんで見せれないんですけど、こんな感じでザザッとあるんですけど、私マジックの衣装もね一緒にあったりするんで、まあ、そのあたりも断捨離していきたいと思います。早速洋服をこのベッドの上に集めていきたいと思います。よし、笑っちゃうぐらいすごい量です。はい、というわけでちょっとベッドに集めてみたところ、このような山が出来上がりました。こんなにもいっぱい服があったなんて。おいしょ。それでは今からこんまり流お片付けをしていきたいと思います。ときめくものをこっち側に置いていって、ときめかないものは下に置いていきたいと思います。スナイデルのジャケット、ときめく。エトレのブラウスもときめく。ダラシーズのシャツもときめく。ちょっとマジックの衣装はちょっと一回例外にしときます。シールジャケットもちょっと例外。マジックのドレス、キティ&コーのブラウス、ときめく。キラキラパンツ、スパイラルガールのニット、夏用に買ったやつ、ときめく。マジック衣装もちょっと下に、スパイラルガールのニット、これはときめかない。ありがとうさよなら、これもマジックの衣装で、あ、これはねリリーブラウンのドレス、これもマジック用に買ったんだけど、これはねちょっと後輩マジシャンにあげる予定です。スナイデルのトップス、ときめく。H&M のジャケット、ロイヤルパーティーのジャケット、これちょっと保留。ダロシーズのデニムのワンピース、これもときめく。リナンチャラカンチャラのワンピース、これも、はい、このスナイデルのやつはよく結婚式とかで着ます。これもスナイデルで買ったオールインワンのやつ、ときめく。こちらもスナイデルで買ったワンピース、残す。あのね、スナイデル多い理由がね、小さいサイズがあるんだよね。普通のアパレルブランドのねフリーサイズとかが大きくて私はちょっと着れません。はい、こちらドロシーズのトップス、これもすごい好きなのでときめく。あー、これかわいいやつだ。エトレのワンピース、背中めっちゃかわいいやつ、これは絶対ときめくから残す。スーツの黒、たまに使うんだよね。このドレスは私の親友ちゃんが結婚した時に買った結婚式のドレス。スガイのニット、ありがとうさよなら。スガイのアウター、これ何がいいってね、外せるんだよね。中が高くしたい時は高くできて、薄手できたい時は薄手にできるから、これは好き。エトレの洋服、これも大好き、ときめく。マッキュリーディオで買ったスカートはさよなら、ありがとう。スナイデルで買ったワンピース、ときめく。トロシーズで買ったデニムシャツ、これはもうさよならかな。ナインで買ったパンツ、
キメイク、ジルスチュアートで買ったワンピース、これもときめく、はい、スナイデルで買ったホワイトのパンツ、これもときめく、これはつい最近買ったばかりのスナイデルのワンピース、衣装でも着てます、ロイヤルパーティーで買ったカーキのシャツ、ありがとうさよなら、これマジック用のドレス、さっきも同じだったけど購入して、これもドロシーズで購入しました、発色が綺麗、ボリュー、これもスナイデルのワンピース、バスマーキュリーディオンのライダー、あーパンなんちゃらかんちゃらかんちゃら、これは衣装、これ2000円ぐらいだったんですけど、マジック用のジャケットです、出ました、我が家で一番高いお洋服、モンクレールのダウンジャケット、30万円もしました、これは一生ものとして使いたいので、ときめく、何が高いってここにファーがあるんだけどね、ファーがとってもゴージャスなんですよ、クリーニング出したばっかり、はい、ハワイで買ってきたピンクのスウェット、アンドクチュールちゃうのかな、ワンピース、これもありがとうさようなら、ここにいるのニット、背中もかわいい、これもありがとうさようなら、スパイラルガールのニット、これもありがとう、ボイラーのワンピース、これも結構着たけどさようなら、あ、で最近これ動画でも紹介したモコアズロングスカートアイスブルー、これはときめきまくり、こちらそれに合わせて買ったモコアズのトップス、これもときめきまくり、衣装ですね、このスケスケさんの衣装です、ダッフィーのモコモコパーカー、これはディズニーシーにいた時に買いました、これはときめく、はい、これはエトレの黒のスキニー、これはめちゃくちゃ履く、エトレのパーカー、これもシンプルで大好き、大好きなモゴニちゃんのブランドのモエリーの今キシワンピース、これもめちゃくちゃ着たね、でももうこれもありがとうでさよなら、赤ずきんちゃんになれるコスプレ、マジック用のショートパンツ、マジック用のジャケット、スナイデルの部屋着、かわいい、ココディールのテロテロのトップス、スパイラルガールのトップス、まあ、重ね着して着るやつですね、ココディールの T シャツ、これもさよなら、セシルマクビーのトップス、これもさよなら、スパイラルガールのトップス、ハワイで買ってきたトップスとベロワのパンツのセットアップ、水着の時に羽織るカーディガン、デニムのスカート、こういうのもありがとう、またね、海外ドラマフラッシュの T シャツ、ちょっとこれはねパジャマで着たいね、ビッグバンセオリーの柔らか子猫ちゃんの T シャツです、柔らか子猫ちゃんT シャツってなかなか捨てれないよね、ピンクの T シャツ、これもさよならかな、ありがとうさよなら、これはエトレの T シャツです、これもめちゃくちゃ可愛い、24レガシー海外ドラマの T シャツ、フォーエバーのパーカー、これは冬のパジャマ、ダズリーのタートルのロンティー、これもちょっと手品のドレス、ホワイトとピンクのシャツ、スーパーガールになれちゃうコスチューム、これもハワイで買ってきたもの、スナイデルの部屋着、結構使っててもよれないね、セシルマクビーのショートパンツ、これはマジックの衣装で使ってたんだけども、ゴーリーになれちゃうセット、これは海用かな、スパイラルガールのビーズとかいろいろついてるシャツ、ありがとうさよなら、これはユニクロのキャミ、マーベル T シャツ、スナイデルのトップス、さ
フセット、またあれするとして、モフモフのパーティーの時とかにね羽織ったりしてます。水着めちゃくちゃあるので、ちょっと水着の紹介はまた今度ということで、もう完売しちゃったんですけど、ラブマジックタオルというわけで、これ減ったのかな、ときめきちょっと多すぎる気がするんですけれども、ちょっとまだありました。スナイデルの白いワンピース、これリダダナなんとかとかいうとこのワンピース、はい、ワンピースとかオールインワンはこんな感じになりました。ときめくものを残してみたものの多いな、ちょっとここからさらに減らしていきたいと思います。はい、こんな感じで断捨離ができました。まあ半分とは言わないけど3分の1ぐらいは減らせたのかななんて思います。なんかやっぱり手放す時にさあ、またこれもしかしたら使うかもとか思っちゃうんだけどね、置いといても着ないものもあるので、ときめくもののみを残していきたいと思います。はい、というわけでクローゼットの中はこんな感じになりました。まあこれはちょっとハンガーが必要なもののみしかかかってないんですけれども、これはまあダウンですね。はい、だいぶ減りましたね。はい、ということで、いらない洋服はこんな感じで袋に入れた。ちょっとあまりにも薄くて破けちゃいました。はい、処分する洋服はこれぐらいあります。重い。今マジックの衣装の方もパパパパパーとやって、ときめくものだけ私のところに残す感じで、今収納完了しました。服捨てるのってすごい難しいなと思いました。なんかやっぱいつか着るかもって思っちゃうんだよね。でもこんまりさんのときめき術ではいつかじゃないんだよね、今ときめいてるかどうかみたいな感じなので、そのときめきだけ自分の身の回りに残しましょうということなんですけども、まあ私はねやっぱもともと服がめちゃくちゃ多かったりするんですけど、前回の引っ越しでもかなり捨てたんですけどね、クローゼットとか引き出しがやっぱりすっきりするからすごい気持ちがいいですね。こう物があってごちゃごちゃすると片付けとかも後回しにしちゃいがちなんだけど、やっぱり物とかいらないものは処分したりして綺麗にするといろんな部分でプラスになるかななんて思います。あのネットフリックスのねこんまりさんの番組もめちゃくちゃ面白いので、片付けに悩んでる人にはおすすめしたいと思います。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。マジシャンのシールでした。